はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回もレミリアのパズルで弾幕やっていきたいと思います。今回は第3面、5ステージ目ですね。早速やっていきましょう。もう毎回のように、やっておりますが、あらかじめ言っておきましょう。最近ステージをねクリアできる率がね本当に減ってます。まあ動画上はね何も基本的にやってないんですけども、全く見えないんですけども、なんかもうパパパッとはあクリアーみたいな感じでやってて、で、動画見てる人からすると、あの僕のテンション今こんな感じじゃないですか。でも終わった時のあのテンションあれじゃないですか、おっしゃー、うわーよかったーみたいな、そんな感じのテンションになってるんですよ。まあ大体察してくれていると思うのですが、凄まじいぐらいね時間かかっております。なんでね、確実にこのステージをクリアできているかは本当に僕にもわかりません。ということでね、早速ワープしていきましょう。またね、第何ウェーブですかね、112かな、わかんないですけど、ウェーブあたりでお会いいたしましょう。ではワープいたします。というわけでやってまいりました112ウェーブ。まあ今回長いです。いろいろとね死にまくりましたね。今回はボッコボコに死んでます。まあとは言ってもまだねかけてる時間4時間ちょっとなんでね、そんな疲れてない状態です。これでクリアできたら万々歳ってわけですね。よいしょ。じゃあね、とりあえず最後の中ボス、スワコ様。あれ、前回は何のボス、誰でしたっけ？前回、ラン様か。じゃあね、とりあえず、もうなんかね、前回って言って思い出す記憶がね、完全に前回なのか前回じゃない失敗のところなのかね、はっきりしないんですよね。多分前回はラン様。で、そんな感じでね、337か。まあまあな体力してくれてますよね。しちゃってくれてますよね。とりあえず殴れるだけ殴りますけど。さて、どんな感じで減ってくれるかな。まあ、当然ながら1回ずつ当たる感じなんで、ちょっと貫通もできないか、上の雑魚敵。くっそー。雑魚敵貫通できたらね、また違った動きができるはずなんですけども。オッケー。こういうね、複雑なよくわからない動きが起こってくれるのがね、雑魚敵貫通のいいとこです。さあどんどん当てるのです。オッケーオッケー、ナイスアタックで、全く関係のないところの雑魚敵が死んじゃうと。で40残った。スワコ様ごめんなさいと。よし、倒しましたね。そこの1も倒しておきたいんだけどな。ついでに無理か。そこのフリーに動いてる1個頑張って、お1個倒してくれましたね。さあ、いい感じで死んでくれましたね。で、弾幕アップはここはもう取れたらいいなレベルで狙っておきます。おお、すげえ、縦になったな。縦になったおかげで下の雑魚敵にも攻撃が当たってますね。これは思わぬ誤算ですね。オッケーオッケー。さて、弾幕アップここは回収していきましょう。オッケー。弾幕アップはね、本当に単純な火力としてね、ないと困りますよね。あったら便利じゃなくてないと困るっていう。お、やった、ダブル回収。で、この向きかな。オッケー。3体ヒット、達成ですね。で、まあ、このヒットは途中で終わると思うんでね。その後、どうなるか。さてと、いい感じで、行きましたね。ああ、終わんなかった。いい感じの体力が残ったな。1と2と76。1人だけ体力高かったな。あー、この当て方は失敗だな。でも真ん中削るのはいいことです。真ん中ね、本当にボス敵が出てきた時のね、邪魔にしかならないんですよね。ごめんね、妖精さん。あなたも一生懸命出てきてんのに邪魔なんて言っちゃって。でもね、実際邪魔なんです。本当に邪魔なんです、その1。とりあえずね、ボスが来るまでに、とりあえず閉めてよ。とりあえずやっておきたいんで。で、真ん中の雑魚敵を減らしておいて。オッケーですね。
真ん中のね、雑魚敵も残り1まで減りましたね。これは OK。ダンマカップが取れなかったのが残念なところですけども。そこのところを、うまいこと頑張っていくのがこっちの特徴で、うわぁ、やっぱ取れないのかな。残念だな、これは。さて、いい感じででもまあ減ってくれてますね。真ん中も空いてますし。お、最後は遊戯姉さん。なるほど。とりあえず雑魚敵の HP を減らして、貫通はできないか。一体もできなさそうですかね。でもまあいい感じで減らしてるんでね。ボスを狙える限り狙います。お、あーでもダンマカップ取れなかったのは残念。この位置、OK です。で、そこのね、敵が貫通した後も遊戯さんに当たってくれるはず。今回は横の場面に。いい感じですね。確実に当てていくことが大事ですからね。近くの122ちょっと危険だな。122狙います。こっち。で、OK、いい感じに当たってくれて、おお、縦はナイスショットだよ。ちょっとしかなかったけどね、縦ショットはすごい嬉しいショット。なかなかやってくれないんでね、縦ショット。よし。よし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 。いい感じの、やつで、体力ってなんだ。体力が減ってますね。さて、その後どこまでやってくれるか。ちょっとまずいかな。700。しかも、遊戯さんに攻撃が今通ってなかったですね。弾幕の当たり判定が多すぎて攻撃が通ってなかったですね。くそ、そういうバグみたいのがあるからダメ。もう、喋ってる途中ですよ。もうがっつり。あ、くそ、この当て方もな。なんとかこういうイレギュラーをやめておきたいんですけどね。完全にこれが失敗打ちなんですよね。やめたいやつ。でもまあ、直殴りはあと3回ですか。毎回200ずつ与えれば、勝てる。一番難しいことを注文しましたよね。すいません。調子乗ってすいませんでした。これはまずいな。で、そんな感じで、減らしていきますけど、500か。どうだろう。こうだ。ナイスショット。これはナイスショット。いい感じでいきましたね。どんどんね、減ってくれれば、万々歳なやつ。つまりはね、どこまで当てられるかの勝負です。どこまでバウンドからの当てが入ってくれるかの勝負ですね。オッケーオッケー。まあ。許容範囲。こうだ。オッケー。ダブルヒット。ここからどうなるかな。普通に行けば、100ぐらいしか減らない、この敵からね、どれくらいの HP を減らせるか。お、この減りは、価値格の、はい、OK です。よかった。今回は短めに終わりましたね。ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。